コンビニチキンここまで来たか。美味しいわ。キリキリちょもちょもキリちょもちょも今日はいい日だね。サラちゃん見てる？くるぶしです。はい、オッケー。何怖っ。何俺だけ聞こえてないの？まあ、12月といえばやっぱクリスマスですか。クリスマスが今年もやってくるシャンシャンだとこいつのイルミネーションでクリスマスだほんま浮かれ倒しやがった。えげせえよほんま。俺のグラスもキンキンに冷えてるし。クリスマスやっぱ何食います？クリスマス？うん。寿司。それ寝屋川だけやし。チキンとか食べますよね。今回はですね、三大コンビニのチキンを食べ比べしてですね、どこの鳥が一番クリスマスっぽいかってことですね。そうです。オッケー。クリスマスはどこに買いに行くのか。なるほど。クリスマスにおすすめのチキンを今選ぶんですね。そうです。ケンタッキー行け。三大コンビニというと、デイリー、ミニストップ、ampm、バカヤ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート。3店舗の中ではどれ一番いきます？ローソン。あ、そう。なんかその飲み物、食べ物を買うときは、できればローソン探す。あ、そう。東京人は割とやっぱセブンイレブンに。そうやな、犯されてるよな、ほんまふざけやがって。犯されてます。やっぱなんかセブンイレブンはなんかこう、安心感があるよね。セブンプレミアムとかね、セブンオリジナルとかね、ふざけやがって。クリスマスに恨みがありそうだから。そんなことないよ。楽しんでいこう、クリスマス。で、早速買ってきました。チキンをですね、紹介していきたいなと思います。なるほど。まず、ちょもちゃんをしてるローソンはですね、なんだっけな、名前がなんだっけな。なんとかチキン。こちらがですね、セブンイレブンの7チキ。骨付きの方があったんですけど、1個しかなくて、通常の7チキをまず買ってまいりました。あと、ファミリーマートがですね、今のところ、そのクリスマスチキン的なものが、俺が行ったところなくて、一応ファミチキを買ってまいりました。じゃあ、どれからいきます？ファミチキからいきましょうか。オッケー。みんなの大好きなファミチキ、いかせていただきます。あ、うん。うまいよ、そんな。うまっ。自分の舌がこれになりたい。ずっと味わっていたい。うまい、うまい、うまいけどさ、クリスマスにこれちょっと寂しい気はしない？そうやな。なんか、ニートのクリスマスだよ。しもじものクリスマス。あ、でも俺なんか、ファミマで売ってる何の具もないカレーとかにこれ乗せて食ったりする。うまそう。じゃ次は7チキン。クルちゃん大好きな、クルちゃん大好きなセブンの。じゃあいただきまーす。あ、なるほど。全然ちゃうな。スパイス。うん。全然ちゃうわ。全然ちゃうね。うん。うまっ。うまいね、7チキン。うん。家事手伝いのクリスマス。家事手伝いってうまい言い方よな。じゃあ最後。はい、最後。結構お腹溜まってきましたね。もういりません。もういらないと言いつつ最後。大好きなローソンでございますね。はい。今日の一番の注目株ですね。トリちゃんの注目株。うん。それだけ骨付きですからね。なるほど。あ、もうなんか開けた感じが違うぞ。あ、ケンタッキーっぽいです。あったね。それでは、いただきましょう。いただきます。メリークリスマス！うまい。一番柔らかい。ダントツに柔らかいね。これはサラリーマンのクリスマスです。いいんじゃないですか？ケンタが近くいなくても。ローソンでも全然クリスマスいけますで、これいけますでやってとりあえず結果はローソンの一人勝ちということで大丈夫ですか？はい、もう文句なくコンビニまたクリスマスより出んのかもしれないけど、12月8日現在コンビニのチキンとしてはやっぱローソンですね。うまかったな、美味しかったね。2位はまあどっちもどっちかな、同じぐらいまあ、ローソンにもね、なんかさ多分同じファミチキ、ナナチキと春 L チキっていうのがあるんだけど、一人勝ちでしたね。やっぱさ、はい、やっぱあんだけ1個だけやっぱ骨付きやし、あんだけうまかったし、やっぱ結構高かったんちゃうか。俺あの金持ちだから値段見ないから。